ダラスストリートカーはアメリカ合衆国テキサス州ダラスに存在する路面電車。ダラス市が路線を所有し、列車の運行はダラス高速運輸公社によって行われる。ライトレールや通勤鉄道が停車するユニオン駅と接続し、オーククリフ地域を走る路面電車。二千十三年三月から建設が始まり、二千十五年四月十三日に、 1> 第1基路線となる、ユニオン駅、ベックリー電停館が、翌2016年4月29日には、ビショップアーツ電停までの第2基路線が開通した。第1基路線に関する建設費用の内訳は2009年、アメリカ復興、斎藤社法に基づく、タイガー助成金が2300万ドル、ダートからの支出が2500万ドル、道路通行量からの収入が300万ドルであった。 全長 3.94km の路線の多くは直流 750V で電化されているが、トリニテ川をまたぐヒューストンストリート高架橋には景観保護のため河川が設置されておらず、この区間を通る電車は蓄電池に蓄えた電気で走行する。ダラスストリートカーはこの方式を採用したアメリカ合衆国発のストリートカーである。運転間隔は20分で朝5時台に、 始発列車、夜11時台に最終列車が設定されている。全線乗車時の所要時間は12分である。開業時から2019年時点までの運賃は全線無料だが、2018年のダラス市議会での承認に伴い、将来的に1ドルの運賃が設定されることになっている。2019年現在、ヤング通り、ラマー通り、ウッド通り、 ヒューストン通りを経由する延伸計画があり、この区間は単線による環状路線となる予定である。302ダラスストリートカーは、ブルックビルエクイップメントコーポレーションが展開する70%部分、超低床電車であるリバティを初めて導入した路線である。障害を持つアメリカ人法に適合したバリアフリー設計で、開発にはダラス市やダートも参加した。 前述の通り河川から集めた電力を貯蔵するリチウムン式オンボード充電器が設置されており、蓄電池管理システムによって充電状態が蓄位置監視され非電化区間でも適正な運用が可能となっている。2015年の開業時に2両、2016年の延長時に2両が導入されており、2019年現在は4両が使用される。ありがとうございます。